また悪魔？お前の顔どこか見覚えが。もしかして俺だよ、太宰一郎。よかった、無事だったんだな。でもその姿どうしたんだ。じゃあ青髪ってやつと合体してそんな姿になったってわけ。で、そっちの子は。広峰陽子よ。途中で出会ってここまで一緒に来たの。よかった、君たちも無事にたどり着いていたか。え、アツタ、アツタ譲る。僕も君と同じくあのトンネルにいたんだ。こうして再会できて安心したよ。こうして無事に合流できたんだ。今後の行動は君に任せるよ。頼むぜ。おいおいおい、いやー、びっくりしたね。ねえ、何、あの悪魔強い。びっくりして隠れちゃった。あ、あんたは探していた相手を見つけたんだ。よかったね。そっか、じゃあこの後はその人間たちと一緒に行くんだね。そっか。ううん、なんでもない。ない、別に寂しくないし、今までだってずっと一人だったし。とにかくここまで連れてきてくれてありがとう。私はもう少しこの辺りにいるから、あんたがまた望むなら一緒についてってあげる。じゃあね、バイバイ。またね。ね、こちらベテル日本支部人造魔人青髪。青髪？数十年前に青髪型は。再起動に成功、今から帰還する。なんということだ。すぐに上に伝えてくるからこちらに来てくれ。ターミナルに触れれば転送可能になるはずだ。どうやら本当に我々の知る東京へ帰ることができそうだな。到着だ。ここは東京なのか。ああ、ここは上院大学医科学研究所ベテルの施設のターミナルだ。今の姿一体どういうことか。大天使アブディエル。神が定められた禁を破ったというのか。答えろ小僧。禁を破りし者にベテルは容赦をせぬぞ。お待ちください、アブディエル様。詳しい事情は分かりませんが、
巻き込まれただけの民間人にぜひご感情を。聖女か。そもそも神により定められた禁なのです。破ろうとして破れるものではありません。ではこの事実はどう説明する？それについては日本支部で調査いたします。ただ少年の隣に立つのは日本支部の人造魔人、かの決戦にて失われたはずのものです。失礼ながらあの決戦、アブディエル様が指揮を取られていたと聞き及んでいます。であれば従軍した人造魔人の無事を責めるのではなく、まずは喜んでいただきたく思います。よかろう。ただしナホビノの疑いについては日本支部の責任で調査を命じる。あれが本部の大天使か。みんな心配したんだからね。お帰りなさい。いろいろ説明が必要だよね。会議室までついてきてくれる？どこから話せばいいのかな。あ、でもその前にあなたは？その制服は聖マリナ女子学院よね。私はヒロミネ陽子。事情があり今は学院には通っていない。彼女には廃墟のような東京で悪魔に襲われたところを助けてもらったんだ。そうだ、僕はベテル日本支部に協力して悪魔に対抗する力を持っている。だが君はどうしてそんな力を？私には昔から不思議な力があって、聖女と呼ばれていたこともある。学院でもその力を見込まれ悪魔払いの技術を教え込まれていたの。そうだったのか。ヒロミナさん、私も同じなの。私も子供の頃から霊力があってベテルでは聖女って呼ばれてるわ。その力を使いアツタ君と同様に日本支部に協力をしているの。ただそんな話よりも今はあなたたちが見てきた悪魔の住む世界について話しましょう。私たちが暮らしてきた東京が実は嘘だって言ったら信じる？は？18年前千代田区を中心とした23区内全土が突如魔界化し現世から消滅した。1000万を超える都民もその生を終え魔界に消えたわ。何を言っている磯の神。僕らは今まで東京で暮らしてきたじゃないか。あれはどういうことだ？そう、それこそが神の奇跡。消えた東京の土地と住民を何の疑いも持たれないよう再現した。18年前の神の奇跡。俺たちが今まで暮らしてきた東京が嘘？そんな。本当の東京は悪魔が住む魔界と化した。そして悪魔たちは人の魂を奪おうとして私たちのいるもう一つの東京を襲ってきているの。それを防ぐために戦っているのがこの少数精鋭の極秘組織ベテル日本支部だ。
聖女からの説明は終わったか。改めて我らの戦いに巻き込んだことを謝罪しよう。おじさん、どっかで見たような。私は小清水、ここの責任者であり日本国内閣総理大臣だ。日本支部トップの小清水長官って、同姓同名じゃなく本当に小清水総理のことだったんですか？うん、篤太君も無事戻ってこられて何よりだ。東京の真の姿を知った君たちにはこの世界の真実を伝えておこう。世界の裏側では秩序と混沌が対立している。法の神と混沌の悪魔が戦いを続けているのだ。悪魔たちは人を襲い魂を奪おうとする。隙を見て魔界から現実へ侵略しようとする危険な存在である。その悪魔に対抗し東京を守るために戦う、それがベテルの日本支部、すなわち我々というわけだ。しかし悪魔の攻撃は激しく、手が足りていないのが実情である。磯野上君や篤太君といった学生の手を借りるほどベテルの力は足りていない。話は聞いていた。君が聖マリナ女子学院の悪魔払いか。あそこは本部の管轄だったが、話は通しておく。その力東京のため役立ててくれないか。総理、それって俺にもできますか？東京を守ることかね。ああ、それやりたいんだ。ダサイ君、俺落ちこぼれでいつも人に迷惑ばかりかけてて、でもそんな俺でも優等生みたいに人の役に立てるならやってみたいんだ。ありがとう、君の勇気に感謝を。君について連絡は受けている。青髪と融合した君にも協力を求める。悪いが選択権はない。ありがたい。そして広峰君もだ。悪魔払いの力を貸してもらいたい。任務において彼と同行できるなら協力しましょう。問題はない。ではよろしく頼む。心臓魔人が無事に戻ったのは喜ばしいけれど、人間と融合だなんて前代未聞ね。青髪製造には私も関わっていた。後でいろいろと調査をしてみるつもりだ。青髪、これから君の記録データを調べたい。この後研究施設に向かってくれたまえ。了解。他の者たちは後日改めて話がしたい。今日は帰ってゆっくり休んでくれたまえ。はい。それから篤太譲、今回魔界から無事生還したこと称賛に値する。悪魔召喚の腕も上がっただろう。今後はより強力なものを仲間として授けよう。はい、ありがとうございます。東京を守るとかって、俺なんかが学園の有名人と一緒に戦えるんだからな。俺が落ちこぼれたのって自分に自信が持てないからなんだ。俺の家は離婚こそしてないものの、両親が不仲でさ、俺はいつも正解を探してた。父親の言いつけを守ると母親が怒る、母親の言いつけを守れば父親が怒る。そのうち正解がないことができなくなった。だけど悪魔から東京を守るのは絶対に正しいことだろ。迷わず自信を持ってできるよ。とにかくお互い無事で。ここがベテル日本支部。私たち東京に戻ってこられたのね。魔界から帰れてよかったわ。ありがとう。そういえば
私がベテルの関係者だってこと。黙っていてごめんね。君を巻き込みたくなかったの。まさか事態がここまで深刻になるとは思わなかったから。ああ。明日も学校だし、そろそろ帰りましょう。そういえば彼女は？私もそろそろ失礼するわ。また会いましょう。ああ。